東西16キロにわたって伸びる海岸線。私たちは太古から海に親しみ、たくさんの恵みを受けていました。古くから明石台、明石だこなどのふるさととして、明石は全国にその名を馳せるほど有名な魚の町です。目の前に広がる明石海峡には、早い潮流に揉まれ豊富な餌場で育った魚がたくさん生息しています。中でも林崎沖から播磨灘の領域は鹿の瀬と呼ばれ、瀬戸内海切手の好漁場です。来ました。おお、大きい。サゴシ、サゴシ、サゴシって、サラの子、あ、サゴシ、サラの子供ですか。はいはい。わー、大きいですね。あー、ほんまや、タコや、生きとる。こんなん、こんなん。明石の漁師たちは、豊かな漁場で四季を通じて美味しい魚を狙い、漁をしているのです。そんな明石の海で獲れる新鮮な魚介類や海産物が取り扱われているのが、明石の台所、魚の棚商店街です。お昼取れたて、あやかしの虫だこもあやかし、はい、800円しますマグロとイカです。磯の香り、絶え間なく響く商売人の掛け声、喧騒と熱気が人々を包み込みます。通称ウオンタナ。その歴史は古く、江戸時代初期まで遡ります。城下町の整備の際、魚屋を一箇所に集めて名付けた東魚町、西魚町が現在の商店街の原型です。以来400年近くにわたり、明石の台所として地元はもちろん、遠方からも多くの人たちが訪れています。3つ1000円おまけしとくよ。魚の棚の魚はなぜそんなに新鮮なのか。それは商店街と漁港が近く、取れたての魚を仕入れることができるからです。魚の棚から歩いて 2,3 分の明石市地方卸売市場水産物分場や明石浦漁港では、午前11時30分から昼網と呼ばれる競りが始まります。魚の棚で販売される魚の多くは、深夜から競りの始まる直前にかけて水揚げされた魚です。卸売業者の手で競りが始まり、それを取り巻く小売業者たちは瞬く間に値をつけ競り落とし、すぐに店頭へと運びます。生きの良い新鮮な魚を仕入れ、港から店頭へと短時間で運ぶことが、魚の棚で取り扱われる魚の鮮度と美味しさの秘密だったのです。豊かな自然と美しい眺望に恵まれた明石の海岸。そこは海水浴やマリンスポーツが楽しめるだけでなく、海の生き物にとっても大切な生活環境といえます。明石の海岸には昭和61年以降、たびたび赤ウミガメが産卵に訪れています。